順位をキープするため、さらにはここから大型連休、短いスパンでの試合が行われるということになりますので、それに向けて弾みをつけたい両チームの戦いということになります。さあ前半45分のスタートとなっております。潮吹きキーパーパンチング、こぼれている、決まった、先制八戸、後ろから14番の前澤、先制八戸、後半開始早々にゲームが動いてきました。おっとゆりかごダンスがここはパフォーマンス出ました。前澤の得点でした。先ほどのプレー、江端から中央、高橋かき出した、手を上げる、中央混戦、申し込んだ、追加点0対2。最後は4番の相葉瑞希のここはゴールとなりました。ゴール前混戦となったところ、最後は右足を出していきました。相葉の川崎、ただここも間がきっちり寄せていきました。この辺りの最後の爪という部分、八戸しっかりできる、そしてチャンスが生み出される、佐藤が前に前に反応、そして決め切った、途中出場の佐藤、2試合連続ゴール、これで0対3。期待に応えました。追加点となります。得点、先ほどのシーンです。冷静ファウルがありました。そしてここで長い笛、第4節の岐阜戦以来4試合ぶりの勝ち点3ゲットとなりました八戸。